よろしくお願いします。将棋、クエスト10分切り負けですね。まったりさせていきましょうかね。相手が4二玉と分かったところで角交換していきましょう。銀上がっていくか。相手は、端受けときましょうかね。まあ、こっちも片身の目指しましょうか。ああ、6筋から来たので、こちらも6筋から攻めていきましょう。ここで一歩取っていくのが大事な一手ですね。これがでかい。まあ、角打つとこないんで。あとは銀上がっていくかな。回ってきたか。まあ、一旦上がるか。向こうはどっかで角を仕掛けてくるはず。まあ、バランスよく消えますね。んで、金はこれ左に使ってった方がいいんですよね。ああ、これは、問題なく左ですね。相手角打ってくれたんで、まあ定番の角打ちですかね。飛車引くかな。鼻かいいしな。飛車引くか鼻ほじるかの二択ですね。まあ飛車引きましょうか。これはゆくゆく、この香車に当たってるんで、そこをカバーするために逃げてますね。そう、こっちはバランス型ですが。5、6歩も突きてんだよな。ちょっと悩みどころ。8三角と作って馬作るのもあり。迷いますね。まあ、10分なんでね。ゆっくり、いつも2分ばっかってっからね。考えさせてましたけど。どうすかな？ 8 3角取って馬作るか。普通に。5六角。5六角と打って。悩んでこっち。馬作るか。向こうは歩がないんでね。仮に6五歩同歩同銀同銀同馬。難しい。まあ、いつでも6五歩はいけますよと。6五歩同歩同銀同銀同飛車同飛。手安でいい。手安でいい。6五歩同歩同銀。いや、馬作るかないか。まあ、守護神登場と。4六歩もありかな。4六歩。4五歩。角かわす。まあ、角かわしますよね。3六歩。ちょっとぬるいか。迷いますね、ちょっとね。これは迷う。手が特に思い浮かばねえな。あんま引いてじゃねえかな。なんか美濃すくって。
この歩をカバーしていこうかな。あまし手じゃなかったな、多分ね。8筋から逆襲っていう手もある。おや？ほやおゆ？まあ、硬くなりましたね。美濃囲いになりましたが。回るか、こっちも。回るか。6号不動具。あ、ダメか。あ、馬が下に当たってねえのか。難しい。8六同歩、8五歩っていう手もある。最悪投了っていう手もある。まあ、馬ある分だけ有利じゃないか。なんか引いたぞ。実際手ないんだよな。まあ、高美濃にしてみましたけどね。なんか言いてないのか、これ。まあ、割としっぽりとした将棋ですが。相変わらず無音な将棋ですね。そう、無音なんですよ、この将棋。ウォードの方がね、好きなんだけど、正直。ウォード勝てない。自分弱すぎて。おでこかいいな。おでこかくか。残り6分。難しいなぁ。将棋むずいわ。ちょっと時間使いすぎだな。どうすか。角をいじめに行くかな。角いじめに行って逃げたところで、端歩を突くと。1号歩と突く。はいはいはい。時間5分ね。で、角逃げたところで1号歩。さあ、逃げるか。逃げなかったりもするなぁ。さあ、どうでしょうかね。
難しい将棋ですね。将棋って感じで。2分は将棋じゃないんでね、はっきり言って。2分は瞬発力なんで、これ、歩取ったらどうすんだ、これ。両取り。もしかしたら銀ただ。銀ただと。文字か。これ銀取ったら2枚貝か。銀取る、銀取られる、銀取る。同歩か同金。で、2枚貝。5五銀はないな。5五銀、同銀、だから、桂馬跳ねると、桂馬跳ねる、同桂、同桂、同銀、同銀、馬。金取るとも、銀取るのありか。銀取るのありだ。銀取る。この桂馬も死んでるんで。ゲームは来てるし。無視。いや、ちょっとやむやむなし。やむなし、今の。今のはごめん。今、それどころじゃないか。あれ、確定なかったかな。まあ、いずれにしても駒得してますが。これ、桂馬がただやで？ただじゃねえか。二枚貝か。桂馬取る、同銀、馬。しかも王手。しかも王手だし。王手、一個引く。これ同銀同馬が王手が厳しすぎる。さあ、どうでしょうね。王手してきたら多分、通って王手。で、金上がってくるか、歩ついてくるか。あ、銀か。まあ、一個引いて、一個か。こっちかな？ちょっとわからなかったかな。局面はまだわからない。あ、この金死ぬのか。3三歩で金が追い金になるのか。なるほど。あ、さあ、ふんどしのケースかな。3三歩にはふんどしの刑。ふんどしの刑じゃねえや。おっと。わからん将棋じゃの。時間もないの。飛車働いてねえな。取る、同、角取る。5五、5五角、ん？ああ、そうそうそう。やばいな。歩突きがあるか。ちょっとぬるかったかな。マジか。
王手が先手。王手が先手。はいはいはい。銀打ち同銀同金同玉飛車走る。で、同玉の飛車走ると。で、竜作ってバンバンザイ。で、バンバンザイでしょ？だいぶ寄ったぞ。さあ。桂馬打ち5五桂、ああ、5五桂負けるな。竜中入るか。次、4一竜と入って、合駒させて、で、ああまあ、一発王手か。4一竜、合駒、3二銀。だいぶ寄ってきたな。はいはいはい。金今か、金捨て。金捨て同玉、歩突き。同玉。もしくは、2五銀、同玉、2六歩、同玉。で、金で詰み。で、下があるでしょ？ 2 五銀。もしくは3五銀か金。桂馬で王手。二六桂はねえな。二六桂はねえか。銀捨て。で、歩突きか。まあ、取ると、金で詰みなんで。下がって。うん、取ったぞ。これは、金打ちで詰みじゃないでしょうか。ありがとうございました。